はい、今日もチェウニの部屋、高畑淳子先生いらっしゃってます。ありがとうございます。お邪魔します。高畑淳子です。よろしくお願いします。あの先生、あの、はい、引き続き本当にありがとうございます、はい、前回は天使の羽が降ってくるのお話でしたよね、はい、今回は、はい、うん、ウニさんのその健康法なんですけれども、うん、旦那様いつも朝駅に、はい、お見送りして駅まで。毎日じゃなくて、あの、毎日じゃないです、うん、主人が朝こう出勤する時に、はい、駅まで、コロナで何もどこも行けなかった時の話なんですけど、ね、ちゃんとマスクして、こう駅まで、うん、3000歩なんですよ。3000歩、うん、で往復すると6000歩になるんですよ。3000歩っていうのは15分弱かな、うん、ですね、15分ぐらいなんですけど、うん、往復すると6000歩。そうですね。でまた夕方も迎えに行って戻ってくると6000歩ぐらい、1万2000歩は歩けるから、うん、あ、それはすごい、ね、うん、でそれをこうなるべく、うん、あのやろうとしてたんですね。やってたし、はい、先生それ知ってます？今あのね、アプリをダウンロードして、それで歩くと、歩いただけでなんかこうサービスでなんか一つくれたりするアプリがあるんですよ。で例えば1週間、私はあの3万6千歩をこう1週間やってるんですけど、もう3日でも全部私はもう超えちゃうの。それでハンコを15個もらわなきゃダメ。1回3万6千歩を超えたらハンコ1つ、はい、それをあの15回もらうんですね。それが全部集まったら、あのお水をコーラ1本、うん、お水を1本とかくれるのよ、うんうん、それやってると楽しいよ。楽しい。それ集めてるの、うん、そういうアプリがあるの。あるある、うん、知らなかった3万いくつ歩いて、うーん、コーラ1本じゃない。まあ気が遠くなりますけど、でも ね、何かくれるっていうのが楽しいってことね、うん、ご褒美があるっていうのが楽しい、うん、楽しい。その他に何か健康法あるんですか？よく寝る。寝る、うん、本当に寝るのが大好きで、10時ぐらいになったらもう 寝る。で朝起きて、でも10時に寝たらもう5時ぐらいに起きる。もうそこももっと寝ます。7時ぐらい、まあ、7時間、7時間があの、まあ、ベストな睡眠時間って言いますけどね、うん、はい、寝すぎ私も8時間は寝ないと嫌だなって寝すぎだけど、でも寝るの大好きです。でも随分病気もねしたんだよね。そうなんですよ、うん、それがね、でほらあのなんか顔にいろいろブツブツができてしまって、なんか断食、先生痩せるための断食じゃなくて、ほら伊東に行ったみたいなお話ありましたね、うん、はい、私1年の中であんまり風邪とかひかないし、はい、もう非常に健康だって思ってるんですね、はい、風邪もひかないし。なんだけど何年か前から季節ごとに顔がこの辺がまあ痒くなって、多分アレルギーかな、でそういうのが出てきて、ものすごく痒くて我慢できなくて、いろいろこう事務所で調べてみたんですね、うん、そしたら断食っていうの全部デトックスを出してもう一回行こうっていう、それで断食行って治りましたよ先生。10日間行ってきました。だから治ったってね言ってました、うん、今もあの行けない時には家で3日間ぐらいはこうお水だけにするっていうのがあって、うん、実は私が日本でデビューをした後3、4年過ぎた時にこう腸が悪くて腸閉塞っていうのがなったんですよ。腸がこう中でこうねじるっていうものなんですけれども、それで手術をしたんですけど、そこの先生もそう言ってました。お腹が痛くなったり張ったりするとこうその時は何にも食べるものは口にしないで、ひたすらお水だけ飲んでください。で3日間過ぎてもそれが治らなかったら病院に駆けつけてくださいっていう。お水だけ飲む、うん、だから今もちょっとこうコンディションがあまり良くないなっていう時には、
口に食べ物入れないんです。そのままお水だけで、ちょっとこう塩をちょっと入れるとか、そうするともう嘘みたいにお腹の痛みも治るんですよ。で肌も良くなるし、もうそれは自分に合ったものがあるから、私がこうやったから皆さんもやるっていうのはダメです。だから先生にちゃんと聞いて、それはもうお兄さんだけの、やり方処方箋よね、はい、それで7キロ痩せた。7キロ、いやそれは7キロ痩せない先生。あ、それは痩せない、うん、それは今までずっとやったこと、ね、うん、今までこうお腹手術した後に7キロ痩せたのはウォーキングで、ウォーキングとワンフードダイエット、それはあの1個をメインにしてひたすらそれだけ食べるっていう、だから私はゆで卵、うん、ゆで卵をあの朝起きて野菜を先にいっぱい食べて、ゆで卵を2個食べる。で昼もそうで、夕方はその中でお魚を1個入れるか、あのささみ、それを1個入れるか、それを1週間やったら4キロ減りましたね先生。まずはあ、忍耐がいるね。それはいりますよ、もう食べ物が寝る時に天井に もうね、ウニさんはね飲まないからね。そうそうそう、飲むから、それはちょっとつらいですね。うん、夜こうみんなこう食事に行ったり、こうなんかお酒飲んだりする方は多分無理だと思うんですけど、もともと家が好きで、家から夜あんまり出ないから、それが可能なんです。夜遊びをしないってことね。そうしないですね、うん、だから大丈夫、大丈夫で、これから告知。そうですね、12月に3人で、はい、ウニさんとそれからレイジュさんっていうのはあの台湾の、はい、方で、木下優子さんは、はい、代表曲がノラというね、はい、この3人でもって楽しくクリスマスやろう。3人集まってるから、スリーダイヤモンド、え、スリーダイヤモンド3人がダイヤモンドのように輝いてるから、スリーダイヤ、はい、前回私ライブやったんですけど、先生が全部プロデュースをしてくださったんですね。で今回このクリスマスコンサートもあの先生がプロデュースして、渋谷のね、うん、家でブラッドでもってすごく良かったね、うん、あれはね、皆さんが本当に、うん、で12月にまた、うん、また同じあの、うん、バンドのメンバーで今度ね、します。はい、あの先生見せて、12月の11日日曜日です。日曜日、13時30分に 開場して、あの14時からあの開演スタートしますので、うん、ぜひ皆さんスリーダイヤモンドです、よろしくお願いしますスリーダイヤモンド、はいはいはい、ありがとうございます先生、ね、はい、もう楽しいねクリスマスに、うん、したいですね。去年はそんなことなかったし、うんうん、本当に ね、この3年間いろんなことなかったからね、うん、少しずつ、うん、少しずつやれるところをやって、うん、いきましょうか、はい、ね、これから。ありがとうございます、はい、あの私も一生懸命、はい、詩を書いてウニさんもね、いろんなところでもって活躍して、はいはい、あの天使の羽が降って降ってくるようにはい、そうですね、天使の羽が降ってくるように、はい、歌を広めて、はい、あの皆さん、あの本当にとっても私も大好きで、とってもいい歌なんですね。やっぱり皆さんも聞いてこの歌を歌ってみたら、あ、チェユニがなんでこんなに好きなんだろうっていうのを皆さんも分かると思います。ぜひよろしくお願いします。天使の羽が降ってくる、はいちょっと PR しちゃいました、うん、すいません。いやいや本当ですね、そういう時ですからね、うん、はい、いやこちらこそ先生どうもありがとうございます。皆さん今日も本当にありがとうございます、またあの先生とこういう機会がまたあったらいいなと思いますね。ぜひ皆さんあの
いっぱいいっぱい見てくださいね。よろしくお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。